東宮崎で確定やん。打者は秋山やろ。月間 MVP のために試合休むやつはあかん。ああ宮崎休んでたから打席と安打数少ないのか。秋山やな。東なんで復活してる。手術したらなんか良くなったとしか言いようがない。村上と東どっちやろ。 MVP は勝利数のウェイトでかいからまず間違いなく東。野手は秋山、投手は東か村上。秋山が勝ってる数字一個もないから宮崎やろない。ずっと出てるのに伊達、本塁打、宮崎以下やし、二冠の中田のがまだあるレベル。安打38と28やで。そんなに違うんか。じゃあ微妙やな。率も OPS も本塁打も宮崎が上やで。安打数なんかほぼ考慮されんぞ。衝撃度で言えば村上と秋山やな。村上だと思ってたけど比べると東だなこれ。中継ぎ3勝してて草。